大原さん、知らせゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。日曜日の秘境なんですけども、今までだと3種類 の武器素材とか3種類の、添付素材が、同じダンジョンでランダムドロップされるっていう仕様だったんですけども、セレクトできるようになったんで、ちょっと行ってみた動画なんですけども、体感結論から言うと、こっちの武器素材の方は、ドロップ率ちょっといいかなみたいなイメージでしたね。こっちの、そうです、添付素材の方は、いつもと変わらないような感じでした。で、日曜日にこうやってセレクトできるってことは、その月、木、日とか、こう分かれてると思うんですけども、日、月って続くものよりは、火、金、日とか、分かれてる構想とかの方が、なんかありがたいのかなと。逆に、例えば今、四分、アルベドが四分なんですけども、今日逃すと、月火で取ることができなかったりするんで、アルベドの強化、例えば日曜日取っといて、月曜日にタルタリア倒して素材手に入るかもしれないみたいな方とかいると思うんで、今日回っといた方がいいんじゃないかなとは僕は思いますね。どれぐらい出たかっていうと、ちょっと見てもらおうかなと思います。はい、こんな感じの排出でしたね。武器の方はかなり、なんか1回しか行ってないんですけど、良さげな印象でした。あと日曜日、できれば、月曜日素材手に入れない、さっき言った四分であったりとか、ボスに合わせてやるとか、そういったことができるんで、かなり今後も活用できるのかなと。3種類ランダムドロップの時はね、金が出る確率が良かったような気はするんですけど、選べないとね、やっぱり無駄使わないやつがドロップされちゃうよりはいいのかなというような印象でした。はい、じゃあ動画の方ね、見ていただいて気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また動画いろいろ出していきますんで、ぜひぜひまた遊びに来てくれると嬉しいです。生放送僕よくやってます。よければそっちの方でコメントして情報交換とかできると非常に有意義な時間過ごせるのかなと思います。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。